どういうことだよ。どういうことだよ、あの折れてるのはどういうことだよ。あれ、ステンレス。いや、ステンレスじゃない、ステン、あれもステンレスだろ。クラブメーカー言っていいですか。どんだけ壊してんだよ。今から処分します。っていうか、あれ高いんだからな。いや、もうあの今はもう1万円じゃ買えないと思うよ。1万2000円ですかね。いや、1万8000円とか1万6000円だった気がする。何をどうしたらそんなんなんだよ。マミに来るピンだ。ステンは、ま、曲がらねえじゃん。でもちょっとだけでもって思ってやったの。出たよ。ピンはハードなんとかだっけ。いや、ピンハンマー叩くんですよ。だピンの時はあのそれ使わないでください。ああ、そっか、他のがあるわ。え、傷ついちゃうの他の。いや、いいよ、壊れるよりいいだろうよ。あのゴム巻いてやればいいやねんか、昔みたいに。本当によ。オッケー。オッケーじゃねえよ、本当によ。まあ、うっと思ってここ置いてるから。から言ってやんないとと思って、はい、二つ目壊しました。ということでね。クシャってバキーって言うから、ヘッドいったかと思ったら。撮ってたら多分結構衝撃ですよ。直せよ。します。アロンアルファでくっつけて使えよ。いくらすんだよ。ぶっ壊れ、ぶっ壊れ。これは、ちょ。皆さん、12,300円です。で、高いのもあるんですけど、やっぱこれで、一緒の。いいですか。高いのあるぞ。もう半分自分で出すんだろ。99,000円。半分で自分出すんだろ。で、まあしょうがない。自分のやってて折れたんだったら絶対にあの払わないけど。まあしょうがない。で、スプリング。これ、4,000円、うん。スプリング。あ、交換のやつね。もうちょっとさすがに。いや、だって使い方荒いもん。まあ、丁寧さがないもんだって。いや、関係なくない。じゃあ、それ半額、半額な。結構来ちゃったからもう。その4000円ぐらいだったら別に なんてことねえからいい。この2つお願いします。ちょっと1万いくらは痛えな、痛手だな。しょうがないじゃん、これ。ね、視聴回数ないからあの厳しいんだ、ジャンが。まあそれは冗談だけど、早く頼めよ。来客調整できねえじゃないか今。はい、できます。じゃあ頼みますよ。うん。